皆さんこんにちは。ここは、東京です。今から平の将門港の首塚に行きます。東京駅の近くで歩いて行けます。簡単に説明しますと、平の将門港は、平安時代中期関東地方で大規模な反乱を起こしまして、反乱は平定されてしまって、将門港の首が京都へ送られるんですけども、その首が、関東まで飛んで、武蔵の国まで飛んで帰ったという伝説があります。今から1000年以上前のことです。平の将門港は日本三大怨霊と言われるんですけども、凄まじく強力な呪いがありまして、関東大震災の時に首塚の周辺も被害を受けたんですが、首塚の近くに大蔵省の仮庁舎が建てられましたが、その大蔵省では次々と病人が出たり、時の大臣が亡くなったりとたたりではないかと噂されたそうです。終戦直後 GHQ も呪いの被害に遭っています。首塚周辺の瓦礫の撤去の作業をしている時にブルドーザーが横転したりとか、謎の事故が相次いだそうです。 GHQ がその呪いの話を知って作業をやめてしまいました。